集まれ動物の森。さあ今日も集まりやっていきましょう。皆さんこんにちは。ただいま星の島の時刻は2022年6月22日水曜日の午後4時39分です。いつまで6月やねん。そうそう、今日はイーブルシスターズの5姉妹の琴乃さんが島にいらしていますとオープニングでちらっと見えましたね。それでは本日も楽しい一日になりますように。ということでやっていきますか。びっくりした、なんか道が道路になってると思ったら俺前回自分でやったんだな、忘れてましたわこう見ると意外と悪くねえな。あとは本当にこの道路の周り次第っていう感じですね。さあ琴乃さんのイベントやっていきましょう。こんにちは、またお会いしましたね。今日も星のシナチャ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 ピチャ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 。今回見せてほしいのはお仕事する時のコーディネート。お仕事か、つなぎとかあればいいと思うんですけどね。さあお仕事のイメージな服をお渡ししておきますと。車掌、あ車掌さんね、これをベースにじゃあやっていきますか。あまずはエブルシスターズ見た後に自分家見るという流れでいきますか。エイブル、いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。パッと見仕事に適した服なさそうやけど大丈夫かこれ。試着室にあればいいんだけど。やべえ、なんもねえ一応ね、あのローファーとタイツが、一応仕事にあった服装なんですけど、足元しか完成しておりませんと。で先ほどもらったこちら車掌さんのジャケットを身につけの、いやー足元と全然合わないよこれ。ちょっと家行って頭とズボンあるか見てきますか。あー前回ジョニーからもらった官房がこれテーマに合ってますね。まさかこれが役に立つ日が来るとは思ってもいなかったわ。でボトムスに関してはガウチョパンツ OK らしいんで、じゃあこの2つを身に。おいどうしたんだよ、ソフトの調子が悪い。まずこの官房を身につけの、ガウチョパンツ履きの、これで OK ですねなんだこの世界観は。お待たせ琴乃さん、ちょっと顔周りメガネとかはつけてないんだけど、まあ大丈夫でしょ、許してくれるっぺ。あ着替えてきてくださったんですね。そちらのコーディネートも見せていただいてもよろしいですか。いいですよ、ありがとうございます。早速見せてもらいますね。ふんふん、なるほど、素晴らしいです。まさに私が思い描いていた理想のコーディネートです。マジで自分のセンス疑った方がええで。さあそしてメガネですね、毛糸のサングラス、ありがとうございます。ちょうどメガネかけていなかったんでラッキーでしたわ。じゃあ早速これも身につけまして、わーお、もう何がなんだか。よー豆粒、いらっしゃいませ、たぬき商店ようこそ。なんか夏っぽい飲み物が、ストロベリーソーダ、美味しそう。センベルか、まあカフェで買うって考えたら妥当な値段か。でドラムリールかなこれは、あホースリールかドラムリールに見えちゃった。1400ベル、これも買っちゃう。これ意外と使えるんですよね。何これ、ノルディックなシェルフ、おしゃれ、16000ベル、これも買っちゃうわ。あでもね、あの自分家の倉庫がもういっぱいいっぱいなってきたんですよ。いやでもこれ増築しないとさ、もう入んないんだよね。でさ今日さ島整備、家の移動とかもしようかなと思っていたんですよ。家移動しないとさマジでマイデザイン引けないからさ、一時的でもいいからね移動させたいなと思ったんですけど、寒いの大丈夫、夏だよ。ちょっと大掛かりな作業が多くなると思いますが、やっていきましょう。ドゥも仕事してますかお二人とも。さあ今日の鉄柵チャレンジですね、見ていきましょう。鉄柵鉄柵ないけど石壁は使えそうな気もする。これだけ買っておこっか。竹垣はそうそう使わんと思うのよね。ふむふむ、石壁のレシピを覚えたんってことでやっていきますが、今日も早速ね島テレビで。で先ほど言った通り移動させて、家を移動させた後に道張り作業とかもやりたいんですが、この先を先にやった方がいい気がするんだよね、この道のね。こう行ってこう行って、まあ、最終的にはここの
橋があるところまで引けたらいいなとは思っているんですけど、まあまずは島クリエイター起動させるとしましょう。よいしょ。もうますます変なやつになってるわこれ。こんな人に近づいちゃダメだよみんな。じゃあまずは案内所周りの歩道、この白いレンガをね、貼っていきたいと思います。早送りでどうぞ。はい、貼り終わりました。で続いてここの道を引いていくんですが、川からどれくらい開けた方がいいかなって考えてるんですよね。ここがね結構広めなんですよね。1,2,3,4,5 多分6くらいここ開いちゃってんのよね。だから合わせるならここも6開けるべきなんだけど、6って俺広い気がするんだよね。ちょっとせいぜい4とかな気がしていて、試しにここに引いてみるとするならば1,2,3,4、まあこれくらいじゃない？これくらい歩道があればいいくらいだと思うのよ。ってことで4マス開けるから、まあ目安としてもうこれ消しちゃうか。1,2,3,4、ちょうどこれも貼ってあるからいいですね。これがここに来るわけだ。こういう感じで道ができていくという感じですね。まあ試しに引いてみましょうか。いやちょっと待て、こっちに合わせたらこっちが合わなくなるわ。俺はそもそもさ、案内所周りをベースに道を引いてきたわけだ。だからここだ、ここにならないといけないわけだ。ってことは1,2,3,4、ここか、ここになるわけだ。あー絶妙な位置っすねこれ。まあなんとかなるでしょう。早めに気づいてよかった。これいっそのことさ、川を思いっきし変えるっていうのもありなんだよね、形を変えるみたいな。だけどそうなると今度ね、橋をまた立て直さないといけないっていうね、また別の問題が出てくるんで、これまた難しい話でして、本当に島作りは1個ずれると全てずれる、大変でございます。これさ、上手い人はさちゃんと最初から計算してやるんだろうね。でもさ、俺も一応今回計算してやったつもりなんだけどね。甘いねまだまだ。これがプロと素人の違いと言ったところっすね。待って、風船の音が聞こえるよ。風船どこ？風船大好きおじさんだから。あった、風船割らせろ。モッフ、黄色い風船だから多分お金な気がする。おペンヌ、はいナイス、1万ベル。オッケー、一旦引きました。一旦ここまでだったのがこう行って右曲がって案内所の後ろを通ってこうと、でここが T 字路になって、邪魔くさいなこれマジで。こっち側に建物固めだから何もできねえな。こっから何移動させようかな今日。1日1軒だけだもんな。オレンジ移動させるか。オレンジ移動させていいのかな。いや本当にさ、本決定したいんだけどさ、ちょっとまだそこまで決まってないからさ、一応オレンジはこっちの方に建てようかなとは思ってんだけど、それだけは決まっていて、ワンちゃんもう砂浜にドーンって仮で建てんのもありだよな。あーそれいいな。ちょっとお金使うけどさ、オレンジ砂浜に移動させようぜ。砂浜だったらさ干渉しないから、島作りにあんまり。だからここでもいいんだよね、変な話。おじさんどうしたん？ちょっとここにさ、オレンジ仮で建てるわ。マイホームの移設、お家の移設だのもね、新しいお家の場所を決めてくれたらうんたらかんたら。あれめっちゃ安い。あ、そんなに安くなったんだ。値段がさ改定されてから多分俺1回も移動とかしたことないからさ、8000ベルになったんだ。バカ安いな。もう移設し放題じゃん。8万ベルあるから俺10回移設できるぜ。かといってガバガバベルを使うわけにもいかんからな。一旦自分ち、あと今日博物館もやりてえな。日にちを移動させてオレンジと博物館できるかな。あーいいやん、なんか砂浜に家建てるのも結構いいかもしれんな。ちょっと期間限定ですけれども、今日から私のお家砂浜になります。テケテケテン、
ということで新しい場所決定。 OK、 それじゃあ日付変えてここに自分の家移設させましょうか。タイムスリップ。はい、次の日。皆さんこんにちは。ただいま星の島の時刻は2022年6月23日木曜日の午後5時9分です。そういえば今日はジャスティンさんばっかり来る。レックスさんいつになったら来るん。ただ今日はジャスティンに構ってる暇がないと。そしてお家が移動されました。いいですね。扉開けたらそこは海。悪くないね。さあ手紙のチェック。琴乃さんからですね、仕立て役クーポンいただきました。さあ移動されたことによって案内所横が開きました。これでここの道張りができるとは言ったもののちょっとだけやな。まあやりますか。このちょっと、終わった終わったわ。あっちゅう間だわ。あ、今度博物館やぞこれ。博物館移動させてまた次の日ってやらんといけんぞこれ。3度目のドゥーも、そうだ、タヌポートで鉄柵チェックしよう。鉄柵あったー。これはでかい。日付変えて正解だったのではないでしょうか。え、この DIY レシピはもう知ってるよ。え、嘘だろ。そんなこと言って俺鉄柵のレシピなんて買ったことないよ。あー、あった。え、俺知ってたし。うーわ、バカだ。もったいね。1000マイルドブに捨てたんだけど。どうしよう。え、もうこん中入れないのか。俺は入れれないのか。なんだよ。もったいな。うん、全部タヌキチのせい。お前コーヒーそこで飲んでねえでよ。マスターのとこ行けよ。博物館一旦ね。博物館は1万メル、オレンジより2000円だがいいんだけど、なんで。まあいいわ。了解。じゃあ早速フータさんにうんたらかんたら。あー、なんか電話してさ、来てもらって話するんだったよね。というわけでフータさん、ミヨトさんが提案する場所に博物館を移設するっていうのはどうだな。もほほ、もちろんです。ともぜひロマンにあふれる場所に移設していただければと思います。はい、うん、賛成してくれてよかっただな。もうじゃああとはミヨトさんと僕に任せてちょうだい。お前何もせんやろ。まあ言うて博物館は他の施設より大きさがあるんで、邪魔になんないこっちの方に建てておくのがいいのかなと思いますけどね。試しにさ、ここに建てられないのかさ、試してみていい？お、いけるんだ。え、想像してみよう。あー、悪くない。いや、悪いわ。全然悪いわ。行きづらいわ、こんなん。だってさ、ここに博物館建っててさ、ここにジョニーが漂流してたらさ、もう入り口入れなくね？そもそもシステム上そんなことになるのかわかんないけどさ、適当にここら辺でいいと思うんだよな。じゃあ、ここら辺で適当に、うん、建てておきましょうか。想像します。はい、OK ですね。じゃあ、仮でここに決めちゃいたいと思います。これで本決定をいつかしないといけないんで、まあ2万ベルはかかるっていうところですね。てか俺ここで本当に良かったのかな。多分ここら辺にさ、オレンチか博物館のさ移設がまたなるからさ。あ、ここミスったな。普通に邪魔でもいいから砂浜に建てりゃよかったな。あっちゃー、これワンチャンもっとお金かかる可能性あるけど、まあ建ててしまった以上は仕方ないですということで、今日はこの辺で終わっておりますか。特別何かやったわけではありませんが、住民との交流もなかったし、つまらない会が続いておりますが、地道に進んでおります。この調子でねやっていきたいと思いますんでね、皆さん、引き続き見ていただければと思います。最後にペシミチに話くらいかけておくか。わい、元気、うひょー。なんかあげるか。じゃあ、なになに、僕にくれるの、うひょー。あーあー、これあげるわ。じゃあ、ほら、あー、オレンジの木だ。これどういう状況やねん。いきなりのプレゼント、びっくりしたけど嬉しかったよ。どうもありがとう、うひょー。あ、お礼くれるんだ。ボーリングシャツありがとうございます。え、他の住民もくれんのかな。ちょっと気になっちゃった、うん、たまたまそこにいたから。お前が餌食になれ。おう、おめえか、デヤンキー。これもらって、ん、俺になんか渡すもんでもあるのか、デヤンキー。こんなにオレンジの木渡しちゃっていいのかな。これあげるわ、どうぞいや、マジでこれ本当にどういう状況やねん。あのでっかい木をちっちゃくなった状態で住民にあげるってわけわからんわ。
ありがとうよ、こいつは随分と青々としたオレンジの木だな、デヤンキー。ただでもらうのは悪いからスポーツジャージ。この村の住民はあれだな、スポーツが好きなんやな。ってことで、いらなくなったオレンジの木はどんどん住民にあげていきましょう。それでは本日もご視聴ありがとうございました。